地から外れた古臭い一角の小さな下駄箱アパートに自転車を止めてドアを叩いた。知らない声がドア越しに、どなたですかと言ったので、間違えましたと答えて立ち去った。学生時代に君が住んでいたこの街の思い出も時代に埋もれてゆくんだ。ましてあの手のぬくもりなど、祭りの夜、君はどこへ帰るつもりだったのですか。